偶然にも天秤座新月をさらに強化するような吉日も重なっていて、運気としては一つのターニングポイントになりそうです。運が覚醒する金運上昇チャンネルの坂上です。今日の金運体験を紹介します。いつも拝見させていただいてます。29日に携帯の見直しに行ったら15万円ぐらいのポイントをいただきました。思わぬポイントにびっくりです。いつも高見さんが言っているのはこれなんだと思いました。これからも徳積みを心がけ過ごしますとのことで、おめでとうございます。金運体験って一度体験すると感覚的にこれかって覚えますよね。このこれなんだという感覚がさらに金運体験を引き寄せやすくなるので、小さなことでも意識をして感覚をつかむといいですね。案外小さな臨時収入ってなんだこのもんかと見過ごしてしまったりするので、小さな臨時収入で感覚をつかんでさらに大きくするいい流れですね。また保険の見直しや携帯の見直し、それから家のお掃除とか昔の通帳などは思わぬお金が入ってくるきっかけになりやすいですので、定期的にやるといいアクションです。さて10月3日に天秤座新月がやってきます。この日は金環日食も重なるので、ニュースなどでも注目を集めやすい新月ですね。こういった時は重要な吉日であることから多くの人に気づいてもらえるように注意を引くことが、一緒に起こることがあります。そして偶然にも天秤座新月をさらに強化するような同じ働きを持つ組み合わせの吉日も重なっていて、運気としては一つのターニングポイントになりそうです。金環日食は再生、反転、リセットなどの作用があり、何か今ある物事が終わりを迎え、もう一度再生に向かっていくようなことや、今置かれている状況が180度変わるようなことが起こったり、何か今やっていることがリセットされる、そんな強制リセットのようなことや、終わらせたいことをリセットしていく、そういったことが起こるのが金環日食となります。社会ではこのタイミングで総裁選が行われ、石破内閣が発足し変化を余儀なくされていますし、社会のような大きな枠以外でも個人でも何か変化が起こるタイミングに入ってきています。そこに天秤座のエネルギーが倍増する吉日の組み合わせで新月が起こりますので、変化に備えるであったり、いい流れに乗るために必要なエネルギーであったり、そういったものがもたらされる新月となります。また金環日食ならではの新月の意味や過ごし方もありますので、今日は10月3日の天秤座新月の運気と過ごし方についてお伝えをしていきたいと思います。まずはじめに龍神様となり場を清める T シャルのところから始めていきましょう。それでは早速行ってみましょう。まず金環日食ってどんな日かと言いますと、太陽と月と地球が一直線に並んだ時に起こる現象で、太陽より月の方が小さく見えるため、月から太陽がはみ出して太陽の光がちょうど金色のリング状に見えるのが金環日食となります。金環日食にはいい部分と良くない部分があり、太陽の光で月が一時的に遮られるので、人々に五穀豊穣や喜びなどの恵みをもたらす太陽が消えると考えられていて、縁起が悪いという考え方があるんです。今回日本では見えませんが、豊かさが陰る、豊かさに触りが出るといった意味があり、あまり見ない方がいいとされています。一方いい意味では再生、反転、リセットなどの意味を持っていますので、何か今終わらせたいものがある、一度やり直したい、大逆転したいみたいな、そういった現状を変えたいという場合は応援のエネルギーがあります。また浄化力が高い新月になりますので、最近ついていないことが多い、物事が停滞しているという場合にも浄化をして運を落とす要素を流してしまうという日になります。ですので金に関してはお金の流れを止めたり、触りが出ないようにするためのアクションを取り入れていくといいですし、今回は新しいスタートを切るのはやめておくことで触りが出ることを避けられます。こういった部分が今回の金環日食の過ごし方のポイントとなります。続いて天秤座のキーワードに社交性、バランス、美、洗練などがあります。そして守護する惑星は金星になり、金星は愛や調和などを意味します。人間関係や美など、特
特に喜びがもたらされる新月となります。そして3日のマヤ暦は金88、黄色よし、青い嵐、音中の日になります。この日は宇宙のゲートが開き、強いエネルギーが流れる黒金の日になりますので、強運の星と言われていて、奇跡的なことや不思議な出来事が起こりやすい日になります。ここでも新月のエネルギーをさらに高める働きをしてくれます。そして前暦の黄色い星は金運の星で、クリエイティブな活動や芸術活動、それから外見を磨くことでお金が巡ると言われる星で、美や芸術に関することがお金を呼び込みます。天秤座のキーワードである美や洗練などと同じ意味のエネルギーを持ち、さらに美や芸術などに関することが金運を高めてくれます。暦を見ていくとやることが明確になってきますね。そして偶然にも黄色い星の守護星も天秤座と同じ金星になります。金星の愛や調和のエネルギーが強化されます。読み解いていくと、愛、美、豊かさの面でいい変化が起こっていく、そんな新月になります。そんな3日の天秤座新月に金運を上げる過ごし方、一つ目は美容タイムを取るです。美に関することに力を発揮する天秤座新月と黄色い星が重なり、金運を高めてくれますので、今回の金運アクションは美に関すること一択と言ってもいいくらい強力なアクションになります。メイクを丁寧にする、おこもり美容を楽しむ、エステや美容室に行くなど、美に関する時間を取ることが新月の金運アクションになります。もうすぐコフレの季節ですので、どのコフレを購入するかを選ぶ日にするというのもワクワクとして楽しくていいかもしれません。僕は不人気企画と言いますか、一部の方だけすごく喜ばれている企画で、金運が上がるコフレの紹介という動画をこの時期に出しているんですが、あんたたちの小田切ひろさんのようにメイクのことはわからないので、金運にはこの色かな、このデザインかなと選ぶのも楽しかったりしますね。デパコス売り場を回転寿司のようにぐるぐると何周して決めたりとかしていますので、この時期私もやっているという方がいらっしゃったらコメント欄で教えてください。どこのを買うかとか、どこのが気になってるなどもありましたら、それも教えてもらえたら嬉しいです。男性の方は何のこっちゃという感じの方もいらっしゃるかもしれませんが、家族のプレゼント用とかでチェックをするのも喜ばれるかもしれませんよ。2つ目はファッションを楽しむです。こちらも美に関することですし、芸術性もあります。お気に入りのお洋服を着たり、秋のコーディネートを楽しんだり、また秋のお洋服がたくさん販売されていますので、トレンドを意識したお洋服を購入するのもいいですね。また冬支度をするのもおすすめです。夏日が続いている地域もありますので、冬支度ってと感じる方もいらっしゃると思います。冬に暖かく過ごせるようにインナーやお洋服を新調したり、お洗濯して衣替えをすると急に冷えた日に役立つということもありますし、夏や冬は人によってはネガティブなイメージがあったり、やってくることに憂鬱さがあるということもあります。冬支度をして備えておくと、冬がやってくるのが楽しみになってきますので、心も前向きになり、波動が上がりますので、運も前向きになってきます。3つ目は夢リストを書くです。日食により物事の影の部分が浮き彫りになりやすいので、自分自身の抑圧されている気持ちや心の奥底に蓋をしている本当の願望などが浮かび上がりやすい日となります。ですので夢リストを書いていくと、思わぬ願望がポンと出てきやすいんですね。出てきた時はすごく納得感があって、気づかなかったけど確かにずっとやってみたかったことだとか、すごくワクワク感を感じるなど、確かに心から願う本当の夢だって感じるんですね。そういった夢は出てきただけで心ときめくような感じで波動が上がりますし、頑張らなきゃとか、気づいたら目標を忘れていたみたいなことがなく、猫まっしぐらのように夢に夢中になれます。それだけで毎日に張り合って喜びに溢れますし、恐怖を飛び越えて一歩踏み出すようなハードな感覚もなく、夢を追いかけてるだけで楽しくて仕方がないといった状態にもなります。ですので心から願うことが出てくるからこそ願いを叶えていけるんですね。新月といえばお月様への願い事なんですが、今回は金環日食でちょっと豊かさに関する面で縁起が良くないところもありまして、新月のお願い事は最大10個なので、10個の間に心からの願いが
出ないことの方が多かったりします。夢リストで個数制限なしに書いていくと、すごく乗っている時やペンが止まる時があり、そのどちらも潜在的に願う夢がポンと潜在意識の中から出やすかったりします。また日食の影響で抑圧されている本音などが浮かび上がりやすい日ですので、絶好の夢リスト日和です。自由にワクワクと、できるできないなどの制限は一切なく、書いたことは全て叶う。一切の制限がなかったら本当はどうしたいと自分に問いかけながら書いていくことで、自分自身の枠が外れ、潜在意識にアクセスできるようになります。ちょっぴり特殊で特別で、天秤座パワーは格段に強い新月がやってきますので、いいなと思うアクションがあったらぜひ試してみてくださいね。今日の動画でもまたグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。また経営者起業家向けの金アップをお伝えしている千客万来ラインができました。詳しくは概要欄をチェックしてみてくださいね。最後に邪気を払い波動を上げる鈴の音でお別れしましょう。それではその動画でお会いしましょう。